んとか言ってみろビビってんのかこらペルソナーって言ってる時の顔してるなエル。そうだぞオラオラ旗手すり潰すぞオラオラオラ。どうやってリュウジの口の悪さエルに移っちまう前にな。もう手遅れな気がする。はい、皆さんこんにちは。新年明けて年末年始休暇も終わり、仕事に入ってもう疲れている達也です。いやー、僕が働いてる業界はですね、まあ、3月ぐらいまでが結構繁忙期でして、忙しくてですね大変なんですけど、まあでも元気に頑張って、このゲーム実況が僕の癒しなので今日も張り切っていきたいなと思います。よし、じゃあ今日はね、3つ目の鍵を手に入れるということで作戦を進行すると。3つ目の鍵は何なんだろうな。手に入れた鍵は4つのうち2つ。うん、次は3つ目だね。やっと半分か。3つ目の鍵はさらに上階職員室にあるのである。職員室であるのである、うん、UR 賃貸の CM なんよ。職員室かよ、あんま気が進まねえなまあリュウジは確実に職員室に呼ばれるイコール怒られるだろうからな。そりゃリュウジはねいい思い出ないでしょ。ですよね。いい思い出あるやついんのかよ、呼び出し以外で行かねえだろう。いや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 、優等生の真面目な人たちは、先生ちょっとさっきの授業で分からなかったことがあるんですけど教えてくださいみたいな感じで行くんだよ。そう、そんなことはないと思うけどここまで鍵があったのは、うん、中庭、食堂、そして次は職員室か。あ、もう絶対最後の鍵屋上だわ。おー、かけてもいい俺、絶対屋上。アニメとかこういったフィクションではなぜか鍵が自由に開いていて出入りできるけど、実際に高校生とかになったら一度も行けない屋上みんな騙されるよね。うん、何か思い出した？いや、僕の記憶と関係があるんだろうが、まだ断片的なものでしかない。ほう。だが真実に近づいている気はする。なんか俺はもう悲しい結末しか見えてないけどね、その真実。また鍵を見つけて手に取ればさらに何かわかるだろう。うん、では行こうか。おぼろげな記憶だが案内する。おう。職員室は確かもう少し行ったところだ。この学校広いんだね。あちこち歩くの大変だけど今までのとこよりはマシだな。うん、校内を移動するだけなら襲われることもないみたいだしそうだね、今まではいろんなパレスとかね、移動するだけで襲われてたからな。扉の先は地獄みたいなとこだけどな、何なんだあそこ。それに加えてわからないことがある。ん？支配者が中橋という教師であるとして、うん、襲ってくる敵の姿は学生だ。おお。なぜ生徒たちが襲ってくる？確かに理由があるのか。ユウスケってたまにめちゃくちゃ鋭いよね。てかなんか結構シリアス場面では結構ユウスケが確信つくシーン多い気がする。うん、コメディ場面ではずっとふざけてるけど。うん、え、あ、まあ脅されてるから。あ、確かに中鉢は無理やり生徒同士で争わせでもしたのか。とんでもねえやつだな。詳しくはわからんが、うん、ここはまだ謎が多すぎるな。そうだね、春日部青春物語の続きも気になるしなそうだね、イチャイチャしてたね尻に敷かれる青春か、結末が知りたい。知りたいような、知りたくないような、知りたけに。あー、ごめんなさいごめんなさい、チャンネル登録解除しないでお願い。結末がちょっと黙っててもらっていい？おもろごめん、さすがだなエル。でもあの夏原さんっていう先輩すごくまっすぐな人だね。うん、あの子のために本気で怒って迷わず動き出そうとしてた。確かに。
大丈夫かな、なんかあのおとなしそうななんか泣きぼくろがついてるあの女の子の罠だったりとかしないかな、あの中鉢に操られてさ、なんかそんな気がしてきたな。やっぱさ、生徒会室ってさ、生徒会って目障りな存在じゃん。この学校をね、なんとかしようと思ってるんだったら、だから二人の弱みを探ってこい的な。今思えば、夏原先輩は君たちにも少し似ている。私たちに？ん？彼女は揺るぎない信念があり、自分以外の誰かのために本気で戦える人だった。なるほどね。僕は君たちと初めて会った時、怪盗団をよく思ってないと言ったが、本当は僕にできないことをやってのける君たちが羨ましかっただけなんだ。まあ若気の至りみたいなところはもちろんあると思うけど、確かにな、年を重ねれば重ねるほど怪盗団みたいに行動するの勇気いるよな。あの時の言葉は取り消させてくれ、すまなかった。うん、反省しろ。そう、照れてやるな。嫌なやつ。あの時は記憶も曖昧だったんだし。絶対こんなリーダーに従いたくない。己を顧みることができるのは素晴らしいことだ。うん、俺も金を使いすぎて、うん、献立が全て野草になったから常に反省するよう心がけ。どういう金の使い方したら最終的な献立が野草になるの？それ言わせてないよね。すごい、貧乏人と大金持ちがやり取りしてる。それに謝ることなんてない。あなたは大人で、しかも政治家だもの。そうだね、無鉄砲すぎる政治家も怖いしな。私たちの行いが全て許されるわけじゃない。そのことは忘れたくないから。なるほどね、わかった。そこは僕も肝に銘じておく。エル、君に対してもだ。なんというか、そのん？いいって。なんとなく、分かってるつもりだからさ。ん？今は先に進もうよ。話はその後だ。お、なんかだいぶ含み持たせたな。ああ。では行こう。こっちだ。おう。お、あったあった。職員室。まあ、ここみたいね。おらおら、レギオンさんや。さっさと面出せや、こら。なんか借金取りのアルバイトとかしてる？何やらチンピラの立ち込みめいてきたな。リュウジ、下品。あ、怒られてる。チンタラやってても仕方ねえからな。それにこれで敵もビビりゃ一石二鳥よ。なるほど。なるほどじゃないよ。いや、敵は中の扉の向こうだし聞こえてないんじゃ。冷静。そもそもここが通じてるのかな。ボッコボコ。おそらくまたすぐに戦闘だ。うん、とにかく行くぞ。なんとか言ってみろ。ビビってんのかこら。ペルソナーって言ってる時の顔してるな、エル。そうだぜ。旗手すりつぶすぞ、オラオラオラ。どうやって？リュウジの口の悪さ、エルに移っちまう前にな。もう手遅れな気がする。よし、行こう。最近そんな戦闘で困ることもなくて、すごく楽しいです、戦闘が。8ターン以内か。あー、なんか上にでっかいのがうじゃうじゃいるな。また今回もスキル禁止とかいう、あのなんか覚醒器みたいなやつもあるな。じゃあパーティー編成だけど、なんかもう安定のこのパーティーで行きたいんだよな。どうしよっかな。でもちょっとまあリュウジが張り切ってたし、リュウジ入れてあげるか。うん、じゃあこれでバトル開始と。敵を全滅させろ。移動を禁止。はふざけんなし。移動禁止。移動禁止って、さ、なぜに。今度は動くの禁止。無茶言ってくれるぞ。お、どうした、リュウジ。
あれあれ、マジか。いや息しねえのは無理だろ、はあ、呼吸じゃない移動禁止だボケてるつもりかスカルめっちゃ厄介な命令だけど、ジョーカー判断は任せた。要はここの中にいたら移動できないってだけだもんね。お、あーなるほど。こっち側にも行きたいけど移動できないから、俺の出番だな。こういう時はまずやっぱりこいつを固めると。 OK 凍結、凍結した上で、ああ邪魔、この状況は凍結した上で、あ、あれ凍結の時ってチャンスってどうやって出すんだっけ。銃で出ない、チャンス出ないじゃん。普通に倒すことにした。結果普通に倒すことにしたわ。 OK、 ちょっと8体以内に倒せるかなんか不安ですけど、教育的指導、あれあれ、ああ、なるほど、普通に攻撃してきただけで、あ、ちょっと、ああそうだった、もうこれ毎回もう防御を忘れる。はい、ボッコボコボッコボコ、ちょっと頑張ってきます。よし、これで最後かな。 OK、 よしよし、そんな難しくなかった。どうよ、俺らの勝ちだぜ。 OK、 アワークも完璧と。さあ何が置いてあるんだろう、職員室に。見たかこら、怪盗団なめんなよ。やからじゃん。となればここの鍵だが、うん、お、あそこだ、あった。これは手紙じゃないわね、果たし状って書いてあるけど、なんか達筆ですねえ、誰が誰に、果たし状、文体も荒々しいな、うん、書き手の気概を感じる。これ L 書いたとかだったらギャップがすごいな。この字、いや、まずは見た方が早いだろう。準備はいいか、行くぞ。おう、毎回ここからの話が楽しみなんだよな、バトルが終わった後の。あ、こいつ中鉢、こんなものを送りつけるとはどういうつもりですかね、生徒会長。まさかのあれ、東四郎が書いたの。ひどい殴り書きで、読みづらくて仕方ありませんでしたが、ああ、中身がそうってことかな。これ自体はすごく読みやすいと思うんだけどな。果たし状、お、先輩、本当に書いたんですかやっぱりエルが書いてた。呼び出すのは任せましたが、時代錯誤も甚だしいしかも勝手に人の名前を、あ、東城の名前だ。いいでしょ、これは決闘なんだから。直接職員室に怒鳴り込んでやってもよかったけど、誰もいないこの音楽室に呼び出してやったのがせめてもの情けだ。なんだろう、昨日なんか NHK で戦国ものとかなんか時代劇見たのかな。ほら弾いてんじゃん。しかし何を言い出すかと思えば、これは由々しき事態ですよ。事実無根の話で私を中傷し、そればかりか謝罪せよと。震えてんぞ、怒りで。謝罪だけじゃありません、すべての事実を告白した上で警察に行ってください。お話になりませんね。まあでもちょっとさすがに正面突破しようとしすぎかな。もうちょっとね、証拠を集めるとかね、してもよかったと思うけど。言い逃れはできませんよ、多くの生徒が事実を認めた。へえ、多くの生徒ですか。お、ちょっと焦ってる。誰が言ってるのか知りませんが、そんな妄言証拠にもならない。今の時代だったらな、こっそりね、隠し撮りとか音声をね録音しておいてね、
SNS に投稿すればあっという間に炎上して追い込まれると思うけど。妄言なんかじゃない、現に相談に来た子がいるんだ。その生徒の名前は。あ、言っちゃダメだよ。その話が事実だという根拠は、仮に君たちの言い分が正しいとして、どれだけの者がそう言ってるんです。おかしなことばかりですね。それほど多くの被害者がいるなら、なぜ表立って声を上げない。いや、脅迫されてるからでしょ。それはお前が、お前が汚い真似をするから。そうだそうだ。おお、ビビってる。先輩、落ち着いてください。手を出せば教頭の思うツボだ。うん。ああ、春日部君、君は冷静で助かるよ。そうそう、教師を殴るのはな、リュウジだけで十分だよな。あいつ鴨志田にね、手あげたからだ。お父上の薫陶の賜物かな。春日部議員には末永く頑張ってほしいね。さて、これで話は終わりだ。君たちがいくらわめいたところで、誰も君たちに味方などしない。あ、この感じだと相談してきた生徒は本当に相談しに来た感じっぽいな。ごめんなさい、疑って。その被害者とやらが全員名乗り出でもしない限りね。おお、そんなものがいればの話ですがね。うわぁ。おい待て、逃げるのか。ちょっと一旦落ち着こう。先輩、落ち着いて。うん。悪党みたいな高笑いしやがって。テンプレだったな。自信があるんでしょうね。うん。互いに裏切れない状況に追い込み、その恐怖で被害者たちを支配している。いや、恐怖だけじゃない。仲鉢に従えば奴に便宜を図ってもらえるという空気すらあった。あ、被害者たちに告発する意思がなければ、僕らがいくら騒いだところで。やっぱりおかしいよ。じゃあこのままみんな泣き寝入り？そんなの絶対に間違ってる。あー、でもなんかさ、今ちょっと思ったけど、この二人のね、立ち位置というかさ、なんか革命軍、あのほら江戸時代かなんか時代物のステージの時にこう消しかけてたじゃん、エルも。みんなやろうよって言って、けど私たちにもなんか生活があるし、今のままでもいいしみたいなさ、なんかあの時のシーンをちょっと思い出すね。全員が名乗り出ればいい？だったらもう一度みんなを説得して。みんなね、夏原先輩みたいに熱いものを持ってる人ばかりじゃないからね。どうして先輩はそこまでこだわるんですか？あ、確かに。誰よりまっすぐで、正義感が強いのはよく知ってるつもりですが。なんかあったのかな？正義感なんかじゃない。私がそうしたくてやってるだけ。ん？うん。君になら話してもいいかな。お？私ね、前の学校で、うん、同級生に濡れ衣着せられて、孤立しちゃったことがあってさ。は？誰かのノートとか化粧品盗んだとか、そういうくだらないやつ。まあね、こんなに可愛くて元気でみんなの中心だったら妬むようなやつもいるよな。絶対妬みだよ、そいつの。ひどい話だな。私はこんな性格だから目障りな人もいたんだろうね。仲良くしてた友達も、みんな私から離れていっちゃった。その時は怒るよりもショックが大きくて、ただ黙って我慢してたんだ。しばらくして担任の先生が私の様子に気づいて、この担任の声かけてくれた。この担任の先生も美人ですね。うん。私はこれ以上波風立てたくなかったから、放っておいてくださいって言ったんだけど、不当な行いに黙っているなら受け入れたのと同じだって。いい先生だ。おかしいと思うなら戦ってみないかっ
って言われたの。うーん。思い直した私はその日から戦ったよ。いろんな人を巻き込んで、学校中の子から話聞いたり、盗まれたものを探したり、うん、先生の協力もあって無実を証明することができた。結構な騒ぎになっちゃったから結局転校することにしたんだけどね。なるほどね。ああ、それであんな時期に転校してきたのか。だから私がこんなにこだわるのはただ臆病なだけなんだと思う。臆病？もしこんな理不尽がまかり通るままの世の中だったら、うん、私のしたことが否定されちゃう。立ち上がることなんて無意味に思える。それが怖くて許せないだけなんだよ。動機がどうあれ立派だと思いますがね、うん、先輩は先輩なりの正義に従ってるだけだ。僕にはとても真似できそうにないが。ありがとう。でも君にできないとは思わないな。私が最初に藤四郎を見かけた時、あー確かに、君は君なりに正しくあろうとしてた。多勢に無勢、ボッコボコにされるのが目に見えてるのにね。多勢に無勢、よく俺が実況中に使う言葉だな。昔のことは。だからあれはただの気まぐれで。そんな人がいたのが嬉しかったんだ。なるほどね。ああ、やっぱり私間違ってなかったなって。はあ。でどうするんですか。中鉢本人は認めない。うん、生徒の証言も期待薄。何か別の手を考えないと。こういう時にね、その転校する前の学校の先生みたいにね、頼れる大人がいればいいんだけどね。どうしろ、いいの？そこまで言われて引き下がれませんよ。先輩一人で突っ走られても困りますしね。うん。それにお父上の薫陶の賜物かな。春日部議員には末永く頑張ってほしいね。見くびるなよ。おお。僕だってやるときはやる。かっこいい。なるほどね、そういう過去があったんだね。おい、ここがありだよ。いや、そんな、なんか気になる海外ドラマの最後の話みたいな終わり方。次のシーズン早うってなるよね。終わり方気になる。次回予告とかないの？いや、どうすんだか、ポップコーンとコーラ用意しようか。一応言ってくれ。ドラマ見てるわけじゃねえからな。本当だよ。そうか。お。おー、突然のシンクロ。うん。どうした？仲いいな。いくつも藤四郎の記憶を見てきたせいかな。でもさ、あの夏原って人が言ってたことが、もしこんな理不尽がまかり通るままの世の中だったら、うん、それが怖くて許せないだけなんだよ。夏原って人が私とどういうつながりがあるのかはわからないけど、間違った行いが、あ、間違ったまま許されてる世界。言ってた。うまく言えないけど、私はそんな世界を認めるのが怖い。私の中にずっとあった気持ちと同じなんじゃないかと思う。夏原先輩が言った言い知れぬ焦りや恐れが君の中にもあったということか。そういうことかな。そうなるとますます二人がどういう関係なのかが気になるね。気になる。なんて言ったらいいのか。藤四郎の過去の出来事が私にとってどんな意味があるのか考えれば考えるほど。今は進もう。その通りだ。今は足を止めてる場合じゃない。きっと答えはすぐそこにある。
そうでしょ、東四郎。次が最後の鍵だもんね。ああ、その通りだ。今は最後の鍵を手に入れることに集中しよう。うん。となれば、さっさとここを出ないとな。そうだね、帰ろ帰ろ。一旦拠点に戻って、次に備えようぜ。いやー、続きが気になりますね。お、クエスト追加きたー。クエスト、今あるのは、あ、なるほど、目標地点に到達すればいいんだ。またじゃあ後でやろうかな。じゃあまずは仲間と話すと。少年少女が決めた夢、なんかワンタンクリアじゃないだけですごく心が楽なんだよな。ヤング東四郎劇場は夏原先輩無双だな、はあ、一人ぼっちになっても戦おうとか私には絶対無理ゲーだ。あ、信念を貫こうとする先輩の姿勢はとても眩しく見えたよ。すげえガツだよな。つかその先輩今はどうしてんだよ。ああ、リュウジそれ聞いちゃう。わからない、長らく連絡を取ってなくてね。あー、音信不通なだけだったらよかった。だが、でも夏原先輩が語っていた夢は覚えてる。あの人らしいなと思ったからね。へえ、どんな夢だ。ねえねえ、東四郎の将来の夢ってさ、まず国会議員になっていつか総理大臣になることだよね。何ですか、やぶから棒に。おいそれと叶うはずのない絵空事を将来の夢とは言わないでしょ。え、夢は夢でしょ。だいたい叶うかどうかなんてやってみなきゃわかんないじゃん。東四郎根性はあるんだし、チャレンジしなきゃもったいなくない。先輩らしい意見ですね。ただ誤解しないでください、僕は挑戦しないとは言っていない。この学校の中だけでも日々の不安や理不尽に立ち尽くす人が多くいる。社会に目を向ければ同じように苦しむ人たちがたくさんいるはずだ。僕はそういう人たちに寄り添い共に歩んでいけるリーダーになりたい。今の僕は知識や経験も足りない。でもいつかきっとずっと震えてる。ん？で、先輩？勢いがすごい。どう？さすが！やっぱり夢なんじゃん。素直になれよ、カスカル少年。いきなり何するんですか？僕は真面目に。でもいいね。それ、自分で決めたんでしょ？私は応援するよ、東四郎。ありがとうございます。あと、足りないのは知識と経験だけじゃなくて、体力と度胸もじゃない？反論できませんが、先輩のイノシシみたいなたくましさと比べないでください。そういう先輩は進路決めてるんですか？気になる。こんなね、正義感あふれる人だったらね、なんか警察官とか向いてそうだけどね。え？ああ、私？そりゃ私は先に卒業するし、一応決めてはいるけど、まだ人様に話すようなことじゃ。人に聞いておいてそれはないでしょう。う、それもあるか。まあ、君になら。私、ジャーナリストになりたいんだ。はあ、あ、確かに警察官じゃなくてもめちゃくちゃなんか夏原先輩にぴったりな職業だね。雪ねとか元気かな。ペルソナシリーズね、なんかちょこちょこジャーナリスト出てくるけどね。うん、いっちゃんとかね。世界中をこの目で見て、足でかけて、いろいろな人の話を聞いて、書いて書いて書きまくって、みんなに知ってほしいし、みんなに問いかけたい。今起きてることや誰かの思いをたくさんの人に届ければ何かを変える力になりそうでしょ。なるほど、夏原先輩らしいですね。タフで行動力の塊のあなたなら絶対に向いてると思いますよ。そうかな。ええ、自信を持ってください。僕にはとてもついていけないですから。それ褒めてるの？でも東四郎が言うならそうなのかも。だってずっと一緒に戦ってきた同志だからね。何ですかそれ。ってわけでさ、君が総理になったら初めての取材は私にさせてね。え、いやー、でもなれるかどうかなんて。総理じゃなくてもいい。今回みたいに東四郎が自分の心で道を決めた時、私はどこにいてもどんな状態でも君の力になるために駆けつけるよ。
いいこの二人いいな。ジャーナリスト、今頃世界のどこかを駆け回ってるのかしら。ああ、夢を追い進む道は別々でも、どこかでまた交わることもあるだろう。夏原パイセンなら急に東城の目の前に現れたりしそうだよな。ありそう、いきなり突撃取材とかね。どうした東城、今度はお前が神妙な顔して。いや、なんでもない。夏原先輩のことを今まで忘れてたせいかな。思い出したらいろいろと込み上げてきてね。東城さん、昔話はこのくらいにしておこう。今は先に進むんだ。僕の覚悟はできてる。行くとするか。次の目的地に急ごうぜ、レン。いや、ちょっとマジでハッピーエンド頼むよ。マジで。アトラスさん、アトラスさん、何でもしますから。何でもしますから、ハッピーエンドでお願いしますね、本当に。じゃあ、今日はここまでにしておこっかな。毎回ね、一つバトルして、一つね、お話を聞いてで、ちょうど30分ぐらい経つので、非常にいいペースで進んでるなとは思うんですけど、まあ、2月2日になったらね、ペルソナ3リロードが発売するので、それまでに実況が終わることが理想ですけど、まあ、多分無理でしょうね。ダウンロードコンテンツもあるしね。あっちの実況もしたいなと思っているので、まあ、リロードに関してはね、ちょっとだけ実況を開始するのが遅れてもいいんじゃないかなと思っております。ということで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価とコメントの方よろしくお願いいたします。それでは、バイバーイ。